よう、クリス。まあ、でもその前に確認することがあったからな。お前もそのためにここに来たんじゃないのか？あるよ。ポルテールの特別講義がな。今回のは特別なんだよ。やっぱりお前は何にも知らないんだな。講師がチェザリーニ家の当主なんだよ。毎年フォルテール科の3年生だけを集めて特別な講義をするらしい。念のために聞いておくが、チェザリーニの名は知ってるよな？ああ、しかもフォルテールの名門家だよ。一気に将来への道が開けるかもしれないって話だ。興味ないんだな。ま、クリスらしいか。俺は一応参加するよ。友達がいのないやつだな。ま、参加する気になったら教えてくれ。一人で行くのはさすがに緊張しそうだ。とりあえず見に行こう。それくらいならいいだろう。厳しいとは聞いていたが、それほどとはな。まあな、そこで認められれば。ん？ああ、そういうことだ。クリスの知り合いか？こんにちは。その…今、掲示板をご覧になってましたよね。参加されるんですか？それなら別に構わないんです。その、ちょっと気になったので。失礼しました。なんだ今のは。それで今のは誰だったんだ？珍しいな、お前が女の子と知り合いになるなんて。あの子をパートナーに？なんだ、パートナーも探さないで女の子と遊んでたのか。俺が死ぬかよ。ま、クリスのことを心配してたのかもな。特別講義は厳しいって噂だからな。詳しくは教えてもらえなかったが、泣きながら講義室から走り去っていく女の子がいたって話もあるくらいだ。だから俺が知るわけないだろ。お前の知り合いじゃないのか？変なやつだな。お前がだよ。まずい、もう時間がなかったんだ。ゴリのこと考えておけよ。
お疲れ様。初めてなのにすごいね。フォルテールの音も想像していた通りだった。照れなくてもいいのに。私から今言えるのは細かいことでしかないみたい。強いてあげるならこことか、ちょっと指の動きが遅れたみたいだったけど、あ、ごめんなさい。とにかくそのくらいしか今は問題点がないってこと。最終的にはもっと完成度を高めなくちゃいけないけど、さすがに今の時点ではね。時間はあるし、あ、クリス、日曜日って暇？
最近おばあちゃんがクリスが来ないねってぼやいてたよ。呼ぶように言われたわけじゃないけど、そろそろ来てもいい頃なんじゃない？全然来てなかったよ。年に数回しか来ないんだもん。ちょっと心配してたよ。そういうこと。あげるのが顔見せみたいなものでしょ。仕方ないってね。本当に面倒だと思ってるなら持ってこない方がいいんじゃない？知ってる。そういう態度を取らないと照れ隠しができないんだよね。違わないの。とにかくフォルテールを持って私の家に集合でいいんだね。時間はどうする？お昼は？食べていかないの？私もおばあちゃんもどっちも気にしないのにね。しょうがないな。でも晩ご飯くらいは食べていくでしょ。その方がおばあちゃんも喜ぶし。わかった。なら日曜日ね。来ないのかな。来るわけないか。
先輩？いえ。でもどうしてここに？そうですか。はい。お願いします。それで私は何をすればいいんですか？いえ、今なんですけど、その準備とか。そうですか。急がなくても。それは終わっていますから。では合わせましょうか。はい。Thank you.
お疲れ様です。クリス先輩は？あ、その、私も同じことを聞こうと思って。あ、そうですか。私もそれくらいまで。先輩は空いたんですか？そうですね。あんまり食べません。あ、いえ、朝もあんまり。夜は普通だと思います。そうかもしれません。私のことは気にしないで、どうぞ。今日はどうしたんだ？休日に来るなんて珍しいね。あ、なら、ちょっと待っておいで。私の昼ご飯だよ。いつもひいきにしてもらってるからね。お代はいらないよ。そのバスケットだけ後で返してくれればいいから。いいから。休日に練習に来るなんて偉いじゃないか。期待させて悪いけど、そんなに大したもんじゃないんだよ。それにほら、後ろが使えてるよ。帰りなさい。あ、いえ。はい。どうしたんですか？そうですか。少しだけなら。
こんなにたくさん買ったんですか？そうだったんですか。でも、いいですね。いえ、その、気に入られてるんですね。私はここでいいです。です。すごく懐かしくて。あ、いえ、昔よく食べてたと思うんですけど、最近はあまり。あ、はい。はい、それならもう一つ。何ですか？はい。あの、ごちそうさまでした。細いですか？先輩はその細くない女の人の方が好きなんですか？いえ、何でもないです。お疲れ様でした。